プレゼン大会？それってなんじゃら？自分の好きなスクールアイドルやその曲の素晴らしさ、好きなところとかをみんなに紹介するんだよ。自分の持っている大好きをぶつけ合うんですね。こんなの私の圧勝じゃない。スクールアイドルを語らせたらニコの右に出る者はいないわよ。私だってスクールアイドルのことなら負けないよ。ルビーだって自信あるもん。私も。それじゃあ誰からやる？ニコさん行ってみる？真打ちは最後に登場するものよ。それじゃあエマさんから。はーい、私はミューズの星空リンちゃんをプレゼンします。いつも元気いっぱいに飛び跳ねてて、見ているだけで笑顔になっちゃうんだよね。うんうん、わかる。ぴょんぴょんしてるリンちゃんを見るとなんだか故郷のスイスで飼ってた子ヤギのネーベちゃんを思い出すんだ。え？思わずギューって抱きしめたくなっちゃう。抱きしめたくって気持ちはわかるけど、いきなりはダメだよ。抱きしめたいときはちゃんとリンちゃんに言うね。リンさんといえば並外れた身体能力ですよね。あれは元々の素質なのでしょうか？そう、リンちゃんのダンスはすごいんだよ。ダンスの基本はリズム感とバランス感覚、つまり体幹を鍛えることね。リンの場合は元々運動が得意っていうこともあるけど、もちろん日々の練習の賜物でしょうね。体幹か、これから意識してやってみる。なんだかみんなリンちゃん推しってことでいいのかな。リンちゃんはすごいもん。はなよちゃんは本当にリンちゃんが好きなんだね。じゃあ次は誰がプレゼンする？私、いいでしょうか？好きなスクールアイドルをあげたらキリがありませんが、中でもやはりミューズとアクアは別格です。ちょっと、私たちがいるからって無理に持ち上げなくていいのよ。いいえ、純粋にそう思うんです。2つのグループがすごいのはもちろん最初から分かっていました。その上でスクールアイドルフェスティバルを開催するため共に行動するようになって、多くのことを学ばせてもらいました。歌やダンスはもちろん、練習方法やスクールアイドルとしての心がけなど、あげればそれこそキリがなくて、今こうして同じステージに立てていることが未だに信じられないほどとても光栄です。追いつけ追い越せの精神でこれからも励みたいと思います。思いのほかガチね、あんた。光栄です。そんな風に言われると照れくさいずら。マルたち、そんなに褒めてもらえるようなことは。おい、目標にされるほど立派じゃないと思うけど、でも刹那さんにそんな風に言ってもらえるのはすっごく嬉しいな。では次にルビーちゃん、どうぞ。はい、ルビーが一番好きなスクールアイドルはお姉ちゃんです。頭が良くて美人で責任感があって、あんな風になれたらいいなって思ってます。スクールアイドルっていうより姉自慢。あとア
話のみんな以外ならやっぱりセイントスノーです。セイントスノー、セイラさんとリアちゃんのダンスパフォーマンスは本当にすごいずら。うんうん、リアちゃんの運動神経もすごいんだよ。あ、スクールアイドルのこととは関係ないんだけど、二人のお家は甘味どころで北海道の美味しいものを知り尽くしてるんずら。うん、外に出てるお店で和菓子の屋台があるでしょ、そこのメニューの相談にも乗ってくれたんだ。仲がいいんだね。私、セイラさんとはよく電話するんだ。でも、仲がいいと言ったらルビーちゃんとリアちゃんだよね。リアちゃんとはいろんな話をしたんだ。リアちゃんと話してると気づくことも多いし、刺激もいっぱいもらってます。だからリアちゃんに笑われないようにルビーも頑張らないとって心がけてます。高め合える友達がいるっていいよね。それじゃあ新内ニコさんどうぞ。やっぱり一番影響を受けたのはアライズね。歌もダンスも完成度が高くて他のグループより頭5つは抜けてるもの。初めて見た時の衝撃は今でも忘れないわ。こんなスクールアイドルがいるんだってね。でも一番好きなスクールアイドルって話になるならもちろんミューズよ。私をスクールアイドルにしてくれたグループなんだから当然でしょ。だからその恩を返すためにも私が引っ張っていかないとね。おー、やっぱり自分のグループは特別なんだね。チカはどうなのよ。私はチカさん、私とニコちゃんの顔に何かついてる？私もミューズ愛語ってもいい？せつなちゃんよりもすごいことになるかもしれないんだけど。いや、今日はもうお腹いっぱいよ。